おはようございます、荻野です。琵琶湖に来てるんですけれども、だいぶ暑くなってきました。もう春というより夏ですね。今年はですね、年々減ってるウィード、あれがですね特別少ないなというのが印象的なんですけれども、そんな中で徐々にやはりウィードが成長しつつあると。でタイミング的にはアフタースポーン狙い、そんなところで今日は頑張ってみたいと思います。琵琶湖らしいでかい魚を釣りたいと思うんですけども、どうなるでしょうか。こうおきたい。はい、やってきました。最初のポイントは、浚渫エリアの岸際ですね。おろしもですけれども、沖の半部にたくさんネストが春の間あって、でそこで産卵終わった魚が、沖に残る魚たくさんいるんですけれども、どうやら今狙いやすいのは岸際、そのショアラインと連携した最初のブレイクですよね。結構岸に近いエリアなんですけれども、この場所、そのブレイクの上にあるウィードからドロップさせるような、そんな釣り方でまずは狙ってみたいなと思います。先発はこのエスケープツイン 3.5g テキサスですね。これでやってみます。時期釣れると思うんですけどね、ちょっと地味な釣りなんで動きがないんで申し訳ないんですけども、こうあんま動かさないのがいいんですよ。あんまこうやるよりも、そのなんでしょう、いかにどう置くか、どう水の中で置くかということなので、あ、来ました来ましたよ。来たぞ。元気だね。すっかり回復した魚体ですよね。軽いテキサスなんですけれども、エスケープツインでその1メーター台から2メーターに絡むかなというブレイクですね。3.5g で、エスケープツイン自体が比重の重いワームなんですけれども、そのスルッと抜けるようなウィードに引っかかって感触のいいウィードを探して、そこからスッと落とすような感じですね。で落ちたところで長く取る、これが肝ですね。ばっくりファーストフィッシュ、なんかあっさりいってないですか。これいいじゃないですか。こんな感じです。沖から見てるととっても分かりづらいんですけど、ショアラインがデコボコしてるじゃないですか。ゆーくショアラインが変化してる中でのちょっと突き出たところ、水通しのいいエリアじゃないんですけども、その中でも水通しがいい場所ですね。だからその水深何メーター、ウィードがこんなところっていうだけじゃなくて、プラスアルファ絞り込んでいかないと、なかなかこんだけ広いエリアでいい場所には当たれないなとは思います。まだ1本なんで、パタパタっといけばちょっと説得力があるかなと。この時期に限らずなんですけど、でもアフターの傾向としては、普段以上にフッキングをゆっくりするっていうところでしょうかね。そのバイトが来て急ぐ必要はないです。もう彼らは食べたくてしょうがないわけで、ただ食べる動きに長けてない、まだスローだから、餌を見つけて口を使ったからにはもう離さないはずなんで、
チクってくるような小さいバイトだとか、あとはあれこれウィードかな、あウィードじゃねえやっていうのを感じてからでいいですよね。小さなバイトが来たらちょっと聞いてあげる。だからそのためにも硬すぎるロットだとやはり離されちゃう。あと長いポーズですよね。ここぞというところで動いてる最中にはまずバイトが来ないです。どこで止めるかですよね。なのでそのロッドの感度、タックルの感度っていうのはそのバイトを取るための感度じゃなくて、どこで止めるか、どんなウィードなのか、どんな推進なのかっていうことをイメージするための感度です。だからその当たりを取ろう取ろうとしてこのラインを張りすぎちゃうと本当バイト出ないですよね。糸が張るだけでこれだけ軽いウエイトなんでリグは動いちゃう。むしろその糸の重さでアンカーさせておくぐらいのイメージで操作していきます。このロッククローですね。このね、この後ろ向きの足、これが肝なんですよ。はい、これでいってみたいと思います。来ましたよ、一発ですね。これぐらいを押す合わせでいいですよね。ラインがちょっと細めなんで慎重にハンドランディング、まあエスケープツインからのローテーション、ロッククローですね。ウィードにどう関わっているか、そんなテキサスリグです。まあエスケープツインからロッククローにローテーションしていったんですけれども、要はそのエスケープツインってそのウィードから外れて落ちるときにスッと落ちてきます。まあウエイトは今日 3.5g でやってますけれども、その抜けていくときにヒラヒラヒラというかシンカーの重さの割にスッと落ちていくような感じなんです。それに比べますとそのロッククローっていうのはとても水押しが強く、さっきも申し上げた通りこの後ろ向きの足ですよね。これでウィードに軽く持たれるような、そこからの外しフォール、そういう同じ場所で違うものとなってしまうということですね。これがテキサスリグのローテーションです。ウィードのタッチをこう探してるんですけど、最初のこのファーストフォールの時間を、まあ、カウントしてますよね。で、ああ、浅いとこ乗ったな、ああ、ちょっと深い顔したなっていうのとともに、そのウィードのタッチを感じていくと。だから、そのファーストフォールの時間、カウントダウンっていうか、まあ、数えていくんですけど、結構細かく刻みます、僕、早いです。その微妙な差をカウントしたいので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 みたいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、16だみたいな。さっきあのカウントするっていうホールの着底までの時間をカウントするってお話をしたんですけど、なんでしょう、投げてボトムついてさあ始めるぞじゃあダメだと思うんですよね。特にそのアフターの時って若干サスペンドしたりするじゃないですか。なのでその最初のフォールからもう始まってるんですね。だからそのもう着底でもう食ってるみたいな話によくなると思うんですけども、その見てる魚見てるわけで、そのキャストした後にこの糸をさばいてビクビク動いちゃったりとか、あるいは着底したよなって動かしすぎちゃったりすると、せっかくこう見に来てるマスがバイトしない。
っていうことはもう沈める着底させるっていうことを想定した上でのキャスト、もう着水した時にそのラインをメンディングしたりとか、もう全部一連の作業にしないと、まあバイトに結びつきづらいという感じですかね。はい。でこのまあいわゆるズル引きという状態ですけど、まあ見ていただいての通り、あんまり僕糸張ってないですよね。そのスラッグが出た状態、今だいぶ近くなっちゃったんであれですけど、このラインスラッグの重みでルアーが動く。ウエートも軽いですし、そのたるみを取ってそーっと動かす。でウィードがから勝手にワームがリグがプッと外れる。でまた着底するスラッグができるっていう、そのスラッグを作り続けるというか、その糸を使って操作するという感じですかね。ロッドティップで感じて外してウィードを切ってとかじゃなく、糸の重みで操作してくる、そんなイメージでやっていただきたいんですけど、よっしゃ。よっしゃ。下顎にかかってますね。これ今硬いエビモだと思うんですけど、そこからスッと落ちた時ですね。来ました、スケープツインでもう一本来ました、これロッドなんですけど、ストラクチャーの 6100MH、なぜこれを選んだかというところなんですけれども、 MH というパワーの竿が 680MH というアイテムもあるんですけれども、そのテーパーが違うんですね。この6100のがスローです。いわば胴に入るような。で、エスケープツインをゆっくりとウィードに引っ掛けて外してスイミングで、その時にあまりファーストテーパーの竿だと、やはりそのウィードから外すのは楽なんですけども、その後のスイミング、この時に水に絡めづらい、とってもフォールしてるだけだからいいじゃないかって話になるんですけども、そこからの糸をそーっと動かす時ですね、その時にこのスローなテーパーの竿、これがですねとっても操作しやすいんです。あとそのキャストですね、これ今 3.5g ですけれども、もうほぼワームの自重の方がずっと重いんですが、その投げやすい、ロングディスタンスで投げやすいロッドになってます。ピッチングで入れる場合には 680mh を使うんですけれども、比較的こういうワイドにしていくときはこのロッドが僕は大好きですね。